はい、こんにちは、森です。今日はこのマイクで録音していこうかなと思います。はい、でどういう音声に撮れてるかは、昔から動画を見ている方はわかるかなと思うんですが、昔はこのマイクで録音しておりました。はい、で、途中からピンマイクに切り替わったんですけど、なんかこう室内で撮るときはやっぱりこっちのマイクの方が意外とこう何て言うんですかね、ピンマイクっていうよりもこっちのマイクの方がなんかこうこもってるって言ったらあれですけど、ピンマイクの方がなんか若干こもってる感じがありすぎて、外とかあと車の中とかで使う分にはいいんですが、室内で撮る場合はこっちの方がいいかなと思って、試行錯誤しながらちょっとやっていこうかなと思います。で、また新たなちょっとピンマイクとかも欲しいなって思うやつが出てきたりとか、してるので、それはおいおい話していこうかなと思います。音問題はいつまでもつきまとうかなと思います。はい。じゃあ、本日は、最初はちょっとこの水見たことありますかね、皆さん。この水見たことあれば、ぜひコメントを書いてもらえると嬉しいです。スペインの水で、なんか結構硬い水、硬水、軟水があると思うんですけど、硬水、硬い水の方なんですけど、僕は別にその水に対して、これがいい、これがいい、これが悪い、これが悪い、これがいいとかっていうのはなくて、なんかかっこいいし、おしゃれだから飲んでるっていう形です。この水、すごい Amazon とかでも売ってて、めちゃくちゃおすすめです。はい。コップで飲みます。このコップ、リトルグリーンメイドコップなんですけど、見えますかね。はい。リトルグリーンメイドコップで、昔僕の動画にも出てくれてる、結構動画に出てくれてる4つ子カメラマンの太田さんからのプレゼントです。僕が以前の会社を辞めるときにもらった、グラスになります。ちょっと飲もうかなと思います。特にそんな変わった普通の水になるので問題はないです。ただ最初飲み始めっていうか今年から僕この水を飲み始めたんですけど、飲み始めた時は結構お腹を壊しちゃったりとか、しましたね。はい。今回の動画はスッとはい 85mm です。 85mm EF85mm f1.2 のレンズのお話をしていこうかなと思うんですけど、前置きが長くなってすいません。はい。ですね、以前ディズニーの年間パスポート作ったみたいな、で証明写真を撮影しましたみたいな時に最後に言ったんですけど、この 85mm のピント問題の話をしました。なのでその話を今日しようかなと思います。85mm と 50mm ってあるんですけど、50mm の方はちょっとピントの問題なんですけど、50mm のレンズの方はこう、普通はピントリングを回してもこうレンズフードが回らないんですよ、別に。でレンズフードを回してもピントリングは回らないと。ピントリングを回してもこのレンズフードは動いてないですよね。でレンズフードを動かしても結構硬いんですよ、これ。動かしても、はい、ピントリングはもちろん動いてないと。ただこっちですよ、 85mm のレンズの方はちょっと古い設計っていうこともあり、明らかに今回ってるの分かりますよね、レンズフードが回ってるのが。レンズフードめちゃくちゃ回ってますよ。でレンズフードを回すとこんな感じでピントリングも回っています。ゆっくり回すと見えるかな。はい、回ってますよ。はい、こんな感じでこの 85mm f1.2 っていうのはかなり扱いづらいで、特に以前動画撮った照明写真とかそういうのを撮るときはピントを基本的にこうマニュアルフォーカスにしてぴったり合わせて撮るのがまあ普通かなと思うんですよ。オートフォーカスはどっちかっていうとその照明写真とかは使わないかなと思います。なんでかっていうと、まあ、被写体自体が動かないので使わないと。オートフォーカスは使わないと。でなのでマニュアルにした時にこうちょっとでも触ったらピントがもう動くっていうのが非常に使いづらいなっていうのを改めて実感しました。でまあしょうがないんですよ、このレンズ自体が古いレンズになるのでしょうがないんですけど、ただ、毎回言うんですけど、この写りっていうところでは抜群に滑らかっていうか柔らかいタッチで写ってくれるので非常に、いいレンズになってます。ただ使いづらい、ピントリングが回ってしまったり、F1.2 で撮影するとパープルフリンジっていう、まあ、フリンジがこう起きてしまったりとか、まあ、以前の動画でそういうのは出してるんですけど、そういうのが使いづらいかなと、まあ、思います。ただ捨てられないっていうのはそういう何て言うんですかね、写りが美しかったり、あと、私のサービス、私の写真サービス、出張撮影で、新たな実装というか新たな、プランというか新たなことをやり始めたので、それでまた新たにこの 85mm f1.2 っていうのは、使えるレンズになってくるのかなと思う次第でございます。めちゃくちゃ楽しみです。はい、やっぱり私が持ってるそのレンズとか一回も売ったことないんですよ。レンズとかカメラとかそういうのに関してはもう常にこう保管してある。使わなくても保管してある。24105の動画以前出したと思うんですけど、あれも全く使わないんですけど一応持ってると。まあ、防湿庫に眠ってはいるんですけど。なのでそういう感じにはなってるんですけど、まあやっぱりこういう形で出番が出てくるという形になるかなと思います。多分そのサービスというか新しいプランに関してはこの 85mm f1.2 はかなり大活躍するんじゃないかなと思います。そのプランに関しては、実装されるのが来年になるのかなと思います。まあそれはおいおい発表していきたいなと思います。まあ詳しい内容とかはホームページ、私の概要欄の方にありますホームページに、書いてありますので、見ていただければ嬉しいです。本日は以上です。